皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、私、はい、この前ですね、喉が調子悪くって、はいはい、病院行ったんですけど、はい、そこで気がついたんですが、はい、先生のとこのクリニック、特にあの、はい、待合室が広々としていて、はい、いいですね。 ありがとうございます。うちはですね、コンセプトはやっぱり、はい、来てくれた、まあ、来ていただいた患者さんにはもう 癒された気持ちで帰っていただきたいということで、まあ、受付は特にちょっとホテル上で非常にあの天井が高くて、なんか開放感にありふれる、まあ、ある意味病院らしくない病院と言われてますんで、あの病院に行った時ってやっぱりちょっと不安な思いをして行くじゃないですか、はい、でそういう時に待合室が狭かったり暗かったり、はい、天井が低かったりすると、はい、余計不安な気持ちになるんですけれども、はい、先生のところのクリニックに行くとなんかこんなのびのびしちゃうような感じですごくあの気軽にっていうとあれなんですけれども、ね、気持ちを穏やかにして待てるっていうのが素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今週も先生が機嫌が良くなったところでお話の方を進めていきたいと思いますけれども、はい、その先生の、はい、クリニックでは、はい、いろんな活動をされてるんですよね、はい、そうですね、サロンといってですね、はい、2ヶ月に1回、当院で、講演会をやってます、はい、で主体はですね、厚労学学会と当院高橋ファミリークリニックです、はい、で今回は夏のお食事の注意をしました、ただこれはですね、糖尿病の患者さんが一応メイン です。で主に5点あります、はい、これは一般の方でも注意したらいいことなんですよね、はい、そうです、はい、じゃあ5点あるということでまず1つ目です、はい、ジュースや、はい、ポカルスエットは増えてませんか、はい、です。でも夏って水分取るように言われませんか、はい、そうですね、今回の講演はやっぱり今言ったようにどちらかというと糖尿病患者さん向けなので、はい、まあ、先ほど言いました一般の方でも通用しますが、はい、まあ、まず第一にですね、ペットボトル症候群という言葉があるんですが、はい、聞いたことありますか。なんか聞いたことあります、はい、で糖尿病の患者さんはもちろんのことですね、はい、正常な方でも夏場ペットボトルのジュースを飲みすぎると、はい、実は糖尿病になりやすいんですね。糖尿病患者さんは低糖質のスポーツドリンクを進めます。で、通常のものしか なかったらしょうがないので水、例えばポカルスエット、水ポカルスエットという感じで飲んでください。ただ夏ですね、汗が出る分はこれ補給しないとどうしようもないので、はい、まあ、糖尿病の方もやっぱり塩分は取るべきだと思ってますし、カロリーも取るべきだと思ってます。で、まあ、もう一つは、まあ、正常の一般の方もそうですが、はい、そのスポーツドリンクを飲むその量ですよね、これは飲みすぎには気をつけてくださいということを話してます。スポーツドリンクっていうとすごくいろんないい成分が入っているので、はい、たくさん飲んでもいいというそんな感じで思ってたんですが、はい、違うんですね、はい、知らない人が多いんですけれども、まあ、結構糖分が入っているので、はい、まあ、それも気をつけてくださいね。じゃあ飲みすぎに気をつけてくださいということですね、はい、じゃあ2つ目を、はい、次はアイスは増えていませんかですね。ああ、それはもう美味しいから増えちゃいます、はい、そうですね。でもちろんアイスには糖質がたくさん含まれてます、はい、で、まあ、ですから糖尿病患者さんは要注意ですね、で当院では一応ですね、お菓子として1日糖質 10g は OK と言ってます、まあ、ハーゲンダッツの普通のやつだったら半分まではいいと話してます、はい、まあ、できたら低糖質のアイスクリームが一番のおすすめです、まあ、アンスのクリニックならミドレクなら、はい、シャトレーゼに売ってます、まあ、シャトレーゼは実は当院と提携しており、低糖質な商品を当院で実際に患者さんに食べてもらい、血糖の上がり方を調べて、で、血糖が上がらないということをお墨付きの証明を出して売ってますので、まあ、ぜひよかったら行ってください。でまた糖尿病でない通常の方は、この体重が増えない程度にアイスクリームを食べてくださいね、まあ、最近低糖質とか言われますけど、はい、まあ、濃厚なやつも美味しいんですよね、まあ、本当に美味しいですね、はい、私も食べますけどね、まあ、じゃあ体重にも気をつけつつということですね、はい、はい、それでは3点目を3点目は、アルコールは増えていませんかですね。夏はビールとか冷たく冷やして美味しいですよね。そうですね。特に、まあ、はい、でもビールと日本酒とワインは糖質ですからね、糖尿病患者さんはとても注意です、はい、飲むんだったら低糖質のビールがおすすめです、で、まあ、焼酎を勧めること、もちろん糖尿病患者さんに関しては焼酎を勧めるんですけれども、はい、実は焼酎は、まあ、血糖は実は上げないんですが、カロリーが大体ビールの、まあ、結構 1.5 倍か2倍ぐらいありますので要注意ですね。
でどちらにしてもですね、はい、飲みすぎ注意ということです。で通常の方は何度も言ってますけど、はい、太りすぎない、飲みすぎないということで頑張ってくださいね。はい、もう本当にあの糖尿病の方だけでなく一般の方にも聞いていただきたいお話ばかりですね。はい、そうですね、はい、じゃあ続いて4点目です。4点目はですね、はい、麺類のみの食事が増えていませんかってことですね。サラサラっと食べれて、はい、まあ、暑い時なんてさっぱりとしたものだけでいいと思っちゃいますね。はい、本当に自分もそうですけどね、うん、ただ糖質は主に米、はい、パン、麺でできてます。で夏の冷麦だけの食事はもう最悪です。で糖尿病さんにはものすごく血糖が上がります。はい、で麺がダメというわけではなくて、うん、それだけで食べるとやばいで、よくないですよって言ったらですね、うん、で麺の前にできたら野菜、最低でも薬味はしっかりと入れてください。これはもう通常の方でも一緒ですので、うん、偏った栄養はいけないってことですね。じゃあさっぱりとってことだったらサラダ麺みたいな感じでいいかもしれないですね。冷やし中華も、まあ、さあってますから、ね、はい、とどめてますね。わかりました。さあそれでは最後5点目ですね。5点目はですね、はい、果物は増えていませんかってことですね。これもね、冷たく冷やしてまた美味しいですからね。そうですね、気持ちはとてもよくわかるんですけど、はい、マトイの糖尿病患者さんは、特にですね、1日手のひら、うん、この1つ分ぐらい、はい、まあ、ちょっとこれぐらいにしてくださいというふうに話してます。で夏は何が一番いかんかというと、はい、スイカですね。スイカで血糖が高くなる、もう、はい、本当に、うん、最近の診療でも皆さんスイカ食べてますっていうと、うん、まず量食べてますとか、スイカ1個もらったんでいっぱい食べちゃいましたってことはやってます、うん、でもこれ毎年注意しているんですけど、うん、なかなか治らないんですね、うん、まあ、だから糖尿病なんじゃないかという気もしますが、うん、皆さんもよく注意してくださいね、うん、はい、じゃあ1から5点までいろいろお話しいただきましたけれども、はい、主に糖尿病の患者さんが気をつけた方がいいということなんですよね。そうですね、でもこれはまあ先ほどからも出ているように、はい、通常の方にでも当てはまりますので、うん、要は糖質への偏りがですね、うん、起こるのでそこに注意してくださいということですね、うん、ということは逆に言ったら糖尿病の予防になるということでいいんでしょうか。はい、そうですね、冒頭でもお話したようにもともと糖尿病がなかった患者さんがですね、まあ、ペットボトルで糖尿病ペットボトル飲みすぎて糖尿病になるということがあるぐらい、うん、やっぱり正常の方がおかしくなる季節ですので、うん、もう本当に偏った糖質の取りすぎには気をつけてくださいね、うん、じゃあ夏は特にいろいろな誘惑があるので、はい、気をつけた方がいいということですね。本当にそうしてくださいね、はい、まあ、特にですね、まあ、先ほどの話の付け加えですが、うん、若い方がですね、はい、大量にペットボトルとかいろんなものを飲んでですね、うん、本当に糖尿病になって昏睡で運ばれることがあるんです。実際に私も基幹病院でいるときにもう何人か見ました。でこれはこの番組の、まあ、ペットボトルの糖質が多いってことが、はい、まあ、前ちょっと出したと思うんですけど、まあ、非常に関係してるんですが、ですから、まあ、今日話したことはですね、はい、まあ、通常の方でも当てはまりますので、はい、何度も言いますけど糖質だけの偏った、栄養食事には気をつけてくださいってことです。まあ、じゃあ何でも取りすぎには気をつけた方がいいということですね。そうですね、はい、で特に夏には誘惑が多いので、はい、気をつけてくださいということですね、はい、そういうことです、はい、先生今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。2年ぶりだったわけですね。どんなお話があったんですか。最初はですね、まあ、いろんな話があったんですが、うん、最初の話題はですね、やっぱり、震災時の医療でしたね、うん、全く知らなかったんですが、現在名古屋市は小学校を避難する場所、はい、中学校に震災、まあまあ、簡単に言うと肝障害、はい、肝機能障害、まあ、何のごとく肝臓が障害されるものです、うん、で、まあ、これで僕の方からの質問ですけど、はい、肝臓は何をしている臓器か分かりますか。あるんですけどよくわかんないですね。結構肝臓ってでかいんですけれどもね。あ、はい、大きいですね。一応これはですね肝臓は、はい